今は一応真っ白にしております、はいはいはい、状態的に。で結構ちょっと部分的にやると特にこういうところこれバウンスのノイズ、バウンスなんです。光が上から来て、うん、跳ね返って、はいはい、照らされている。なるほど。こういうのが室内のノイズってすごいんです、うん、でこれポータルライト置くとちょっとマシになるはず、うん、まあ実際なってたんですけど、あれかな、もうちょい上げないと分かんないかな、ここ3にして、これが今、ポータルライトなし。なし。あ、これがなしなんですね。はい、はい、はい。で、ポータルライトを置くと、で、レンダー、まあ、ノイズが低くなるってことは、まあ、レンダー時間をちょっと抑えれるってことなんで、うん、まあ、まあ、今、もう多分、秒数で言うと、これ14秒ですね。ちょっとなんか増えてる気もするけど、ね、なんか増えてるような、まあ、ただちょっとレンダー時間、はいはい、確かになんか増えてる気が否めないですが、作ってる時は実際減ってたので、うん、はいはいはい、全体でレンダーしたら減ってたんで、ポータルライト入れた方がいいかなと思います、うん、でで、ここで設定できたら、うん、テクスチャー貼って、うん、一回これでちょっとかなり低くしてで、はい、サイズも7にして、でまあこれでレンダーさっきもちょっと出てたんですけど、まず TX ファイルに変換するとこから始まります、うん、はい、来た。でも連番というかこう後々やる場合はもうこれしないと、はいはい、本当に倍とか下手したら変わってくるんで、ね、まあ最初だけやっとけば、そうですね、おそうですね、おお、テクスチャーも出てきましたね、はい、うん、いい感じで、そうですね、こんな感じで。これ粗く設定してから、あ、これまだ一気に持ち出そうですね、もう一段一気に、うん、まあ、ただそれでもだいぶ粗いですね、うん、まだで、こっからノイズ取り、ノイズを取る作業っていうのがあって、うんうん、そこも簡単にちょっと、はい、はい、リノイズしていく感じで、そうですね、ノイズとの戦いなんで背景はなるほど、どこを上げていくかってことなんですけど、はい、うん、まあ、まずここのエッジですね、うん、ここのエッジと、この光が直接当たってるところのノイズ、まあ、この辺っていうのは基本的に環境光なんですよ、ね、うん、GI の計算でここが明るくなってるだけで、はい、実際にライトが当たってるのとここだけなんですね、うん、まあ、あとここですかね、でこれを確認するために AOV っていうのを設定します、はい、で、ノイズチェック用の AOV ですね、まあ、普通にコンプでも分けたりするんですけど、まずはこのダイレクトっていうやつとこのインダイレクトっていうやつですね、はい、これをこれを入れます、あと、ディフューズのダイレクトとインダイレクト、うん、あとスペキュラーのダイレクトとインダイレクト、とりあえずこれだけあれば大丈夫、ノイズの原因は分かります、はい、で、まあ、全部レンダーする必要ないんで、そうですね、例えばこの辺だけこう見て、
まあ、一応この状態をまず保存しといて、ここを取りたいんで、ここはもう完全にライトの設定なんで、ライトのサンプルをこれ上げるしかないんですけど、だいぶ良くない？はい、ここはデフォルト1っていうかなり少ない数字なんで、はい、ここを上げると、あのさっきの、うん、いやさっきのはこっちですね、全然違いますね、これだけでだいぶ、うん、はい、ノイズ取れて、はいはい、でこれで今 AOV 設定したんで、ここに直接光が当たっているところと、うん、まあ、間接光による明るくなっている、はい、ダイレクト今ちょっと上げたんで割と綺麗に出てます、うん、インダイレクトめちゃくちゃ汚い、そうですね、汚い。インダイレクトの設定はレンダー設定で調整する必要があって、うん、でそれがあのちょいちょいいじってるここの数値なんですけど、はいはい、で、正直言うとこのカメラの AA ってやつをバッと上げるとノイズは綺麗になるんですけど、うん、めちゃくちゃ重くなっちゃう、あ、なるほど、なんで極力ここを使わずに、うん、いかにここだけでなるほど、でここの数字が何がベストなのかっていうのとかを見るために、うん、さっき追加したのがこのさっきのディフューズのダイレクトですね。ディフューズのダイレクト見るとまあほぼ大丈夫じゃないかぐらいの感じです、うん、インダイレクトすごいですよね。ここにディフューズっていうのがあるんですよね。インダイレクトの、ディフューズ、間接光のディフューズのノイズを消すにはこいつを上げていく必要があります。で、とりあえず1ずつぐらい上げていく。で、一応ちょっと取っといて。でちょっと次4にして連打します。まあちょっと良くなってきた。ああ、そうですね、ちょっと暗いんでね、あれかもしれない。5にして、そうか、そこをいじってってこういう感じで調整していくんですね。そうですね、これをこれが意外にシーンによっては時間が、うん、これが3の時とか5の時だと、はい、まあだいぶ全然違いますね。違います、ノイズなくなった。でも実はまだあるんですよね、これ本当はなくなったかのように、うん、でスペキュラーもダイレクトはまあいいんですけど、うん、まあ、こっちですね、ちょっと場所変えて、こっちにも連動してみると分かるんですけど、うん、今このスペキュラーの間接光を見てます、はい、するとまあノイズがやはりこう、この鉄骨が特に反射率高いんで、うん、あのこの辺見るとまあ結構のノイズがすごいですよね。でこれも間接光なんで、あのこっちのスペキュラーのとりあえずディフューズと同じぐらい上げて上げると、基本的にあのディフューズよりスペキュラーの方がノイズが多分出やすいと思うんで、基本的にこっちで割り出したディフューズより1個ぐらい高くしとけば、あの、あ、でも綺麗になってきましたね。いいかもしれないです。まあこれで大体いい感じです、ノイズ取れて、でこれで、なるほどね、こういうのをやるんですね。連打して、うん、でそれやったらこうビューティーを連打して、まあ全体を見てみるって感じですね、これでもまだかなり設定としては低いんで、うん、まあでもだいぶねただ静止画であったら、あの静止画だったら最悪これぐらい撮れてれば、うん、まあいいかなって、はいはい、で
僕は最終的にでも多分6か7、うん、でカメラも1上げてたと思うんですよ、ね、で重くなるけど、まあ、今これこのぐらいの速度で出てるんですけど、はい、これ最終的にどれぐらいだったかな、あレンダリング時間、最終的にレンダリング時間でいうと 2,3 時間かかってますね、1枚そうですね、っていう感じで、まあ、はいはい、まあ、アンドロイドの方はこういう感じで、はい、